はい、こんにちは、かっこいいギタリストの竹下達です。先日、このヤマハのガットギター調整していただいたんですね。どうしても4弦がビビるんで、ちょっとなんとかならないですかねって、そういう相談をしましたところ、結構弦高くても弾けますかって、聞かれたんで結構高くても弾けますって答えたんですね。そしたらこの駒のね部分を駒ごと交換されまして、グイッとで弾いたんですけど、弾けるっちゃ弾けるんですよもう長年ギター弾いてるんでね、弾けるって言えば弾けるんです。であれこんなもんだったっけなと思って、まあいいですねってちょっと安易に答えて、ああじゃあそれでいいんだったらじゃあそれで弾いててくださいって言われて、で帰ってきてしばらく弾いてたんですけど、禁じられた遊びの練習してて、こういうこの有名な一番、まあ一番有名なところですよ。がね、まともに音が出なかった。に俺下手かと思って、いやーと思ってしばらくそれでも練習したんですけど、もうバネ指にはなっちゃうわね、腱鞘炎にはなっちゃうわ。でもこっち側に今伴奏買ってずっと練習したんですけどね、いやーいくらなんでもきついわと思って、で自分で納豆ヤスリで削って原稿下げました。ごめんなさい、すいません、参りました。さすがですね、リペアマンの人はね、お前これで面白いみたいなねやっぱ弾けないもんは弾けないですね、で原稿どれぐらいかな、コンマ5ミリかな、コマゴミ入り下げました結構下げたね。でも前よりは高いのかな、やっぱり。まあ良いかなと。もうここまで来るのにね、本当にここに腕もパンパンになっちゃうし、音出ないんだもんだってピシ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 ってなっちゃって来ましたギターは奥が深いね、ご近所の皆さんにね喜んでもらえるようにもっと練習します下手くそですいませんね本当に申し訳ない、もっとね練習して皆さんにパチパチパチわーパチパチパチ拍手いただけるように精進いたしますので、しばしご勘弁くださいませ。それではかっこいいギタリスト竹下敦がお送りいたしました。やっぱイナモンギターはな大好きです